宮内記者会の幹事を務めております NHK の橋口と申します。天皇陛下におかれましてはこの度85歳のお誕生日を迎えられますことを記者会一同心よりお喜び申し上げます。どうもありがとう。お誕生日の会見はこれで最後になります。これまで30年にわたり毎年お考えを伺う貴重な機会をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。私たちは天皇陛下の象徴としてのこれまでの歩みを心に留めながら今日のお言葉を拝聴し広く国民にまた後世に伝えてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。それでは質問させていただきます。天皇陛下として迎えられる最後の誕生日となりました。陛下が皇后さまと共に歩まれてきた日々は間もなく区切りを迎え、皇室は新たな世代が担っていくこととなります。現在のご心境とともに今国民に伝えたいことをお聞かせください。この一年を振り返るとき、例年にも増して多かった災害のことは忘れられません。集中豪雨、地震、そして台風などによって多くの人の命が落とされ、またそれまでの生活の基盤を失いました。新聞やテレビを通して災害の様子を知り、また後日いくつかの被災地を訪れて災害の状況を実際に見ましたが、自然の力は想像を絶するものでした。命を失った人々に追悼の意を表するとともに、被害を受けた人々が一日も早く元の生活を取り戻せるよう願っています。ちなみに私が初めて被災地を訪問したのは昭和34年、昭和天皇の名代として伊勢湾台風の被害を受けた地域を訪れた時のことでした。今年も暮れようとしており、来年春の私の上位の日も近づいてきています。私は即位以来日本国憲法の下で象徴と位置づけられた天皇の望ましいあり方を求めながらその務めを行い、今日までを過ごしてきました。上位の日を迎えるまで引き続きそのあり方を求めながら日々の務めを行っていきたいと思います。
第二次世界大戦後の国際社会は東西の冷戦構造のもとにありましたが、平成元年の秋にベルリンの壁が崩れ、冷戦は終焉を迎え、これからの国際社会は平和な時を迎えるのではないかと希望を持ちました。しかし、その後の世界の動きは必ずしも望んだ方向には進みませんでした。世界各地で民族紛争や宗教による対立が発生し、またテロにより多くの犠牲者が生まれ、さらには多数の難民が苦難の日々を送っていることに心が痛みます。以上のような世界情勢の中で、日本は戦後の道のりを歩んできました。終戦を11歳で迎え、昭和27年、18歳の時に青年式、ついで立体司令を挙げました。その年にサンフランシスコ平和条約が発効し、日本は国際社会の復帰を遂げ、次々と我が国に着任する外各国対抗使を迎えたことを覚えています。そしてその翌年、英国のエリザベス2世女王陛下の戴冠式に参列し、その前後、半年余りにわたり諸外国を訪問しました。それから65年の歳月が流れ、国民皆の努力によって我が国は国際社会の中で一歩一歩と歩みを進め、昭和43年に小笠原諸島の復帰が、そして昭和47年に昭和28年に奄美群島の復帰が、昭和43年に小笠原諸島の復帰が、そして昭和47年に沖縄の復帰が成し遂げられました。沖縄は先の大戦を含め実に長い苦難の歴史をたどってきました。皇太子時代を含め、私は皇后とともに11回訪問を重ね、その歴史や文化を理解するよう努めてきました。沖縄の人々が耐え続けた犠牲に心を寄せていくとの私どもの思いは、これからも変わることはありません。そうした中で平成の時代に入り、戦後50年、60年、70年の節目の年を迎えました。先の大戦で多くの人命が失われ、また我が国の戦後の平和と繁栄がこのような多くの犠牲と国民のたゆみない努力によって築かれたものであることを忘れず、戦後生まれの人々にもこのことを正しく伝えていくことが大切であると思ってきました。平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに心から安堵しています。そして
戦後60年にサイパン島、戦後70年にパラオのペリュー島、さらにその翌年フィリピンのカリラヤを慰霊のため訪問したことは忘れられません。皇后と私の訪問を温かく受け入れてくれた各国に感謝します。次に心に残るのは災害のことです。平成3年の雲仙普賢岳の噴火、平成5年の北海道南西沖地震と奥尻島の津波被害に始まり、平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災など数多くの災害が起こり、多くの人命が失われ、数知れぬ人々が被害を受けたことに言葉に尽くせぬ悲しみを覚えます。ただその中で人々の間にボランティア活動をはじめ、さまざまな助け合いの気持ちが育まれ、防災に対する意識と対応が高まってきたことには勇気づけられます。また災害が発生したときに規律正しく対応する人々の姿にはいつも心を打たれています。障害者をはじめ困難を抱えている人に心を寄せていくことも私どもの大切な務めと思い過ごしてきました。障害者のスポーツはヨーロッパでリハビリテーションのために始まったものでしたが、それを超えて障害者自身がスポーツを楽しみ、さらにそれを見る人も楽しむスポーツのあることを私どもは願ってきました。パラリンピックをはじめ国内で毎年行われる全国障害者スポーツ大会を皆が楽しんでいることを感慨深く思います。今年我が国から海外への移住が始まって150年を迎えました。この間多くの日本人は赴いた地の人々の助けを受けながら努力を重ね、その社会の一員として活躍するようになりました。こうした日系の人たちの努力を思いながら各国を訪れた際にはできる限り会う機会を持ってきました。そして近年多くの外国人が我が国で働くようになりました。私どもがフィリピンやベトナムを訪問した際も、将来日本で職業に就くことを目指してその準備に励んでいる人たちと会いました。日系の人たちが各国で助けを受けながらそれぞれの社会の一員として活躍していることに思いをいたしつつ、各国から我が国に来て仕事をする人々を社会の一員として私ども皆が温かく迎えることができるよう願っています。また外国からの訪問者も年々増えています。この訪問者が我が国を自らの目で見て理解を深め、
各国との親善友好関係が進むことを願っています。明年4月に結婚60年を迎えます。結婚以来、皇后は常に私と歩みを共にし、私の考えを理解し、私の立場と務めを支えてきてくれました。また昭和天皇をはじめ、私とつながる人々を大切にし、愛情深く3人の子供を育てました。振り返れば、私は成年皇族として人生の旅を歩み始めてほどなく、現在の皇后と出会い、深い信頼のもと同伴を求め、次来この伴侶とともにこれまでの旅を続けてきました。天皇としての旅を終えようとしている今、私はこれまで省庁としての私の立場を受け入れ、私を支え続けてくれた多くの国民に衷心より感謝するとともに、自らも国民の一人であった皇后が私の人生の旅に加わり、60年という長い年月、皇室と国民の双方への献身を真心を持って果たしてきたことを心からねぎらいたく思います。そして来年春に私は上位し、新しい時代が始まります。多くの関係者がこのための準備に当たってくれていることに感謝しています。新しい時代において天皇となる皇太子とそれを支える秋篠宮は、共に多くの経験を積み重ねてきており、皇室の伝統を引き継ぎながら、日々変わりゆく社会に応じつつ道を歩んでいくことと思います。今年もあとわずかとなりました。国民の皆が良い年となるよう願っています。